見てない。ちょうどメッセージ。何何なんで？ウツボが入ったから。おマジっすか？今さっきですよ。すげえ。あもう来たのかなと思って。すげえマジっすか？超でかい。でかい。出た。いただきます。いただきます。ありがとうございます。どうも、ウツボです。美味しくさばいてね。よし、そうしてやるよ。1.5 キロでございます。どういう？よし。さばいていきましょう。頭を落とす。結構ここに肉が溜まっとる。な？わ。頭の裏。いいじゃん。こういうパーツ。うん、いいね。ほら。Look at that. Beautiful. ほい。これをさばいていくのだが、ここに2本入ってる。この端。ほら。頭。こうね。こうついています。そうしたときに、ここに骨。ここに骨。ここに骨。ピシーッと。ずっと言ってる。でここにぶっといのがあるので、でもこの周りが美味しいんだよね。ここが美味しいのと、この横は骨がないので刺身で食べられるということで、この中骨を取っていく。はい、終了終了。さばき切りました。これがお腹の肉ね、骨がないところ。これを刺身にしようかなというところですね。でこれがそのもうちょっと下の真ん中のところ、ここはどうしようかなと。若干骨がねここにあるから考え中。そして中骨、そして頭、ドーン、完成。これをどういう料理にするか楽しみ。そう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 だ、あれ昆布締めにしたんだよ。どう、昆布入ってると思った。うん、これがね、旨味が出ているはずなんだ。骨が完全にないところを刺身にしよう。完成。はい、自家製大葉、大葉と、うん、ウツボ。めっちゃうまい。昆布締めするとヤガラに似てない？味が、食感も似てる。うん、うまい、うまいよ、大好きこれ。で、美味しい。すごいカリカリ。やっぱりだから3日ぐらい寝かしたぐらいがちょうどいいね。ウツボはどんどん食べちゃうね。で、パ
プリカが赤くなりました。収穫収穫いくぞ。アクアパッツァを食べたいから収穫しよう。そして台風なんで一時避難場所、オフィスを一時避難場所にしました。そしてアクアパッツァ用の水菜をちょっと収穫しよう。間引くついでにさ食べちまおう。あれと数があるからそれなりのボリュームになるはずなんだよ。ほらまだ大きくなる前だけど。どうどうこんな感じ。わーすごいすごいいっぱい取れてる。それではですね、今日はね昨日の残りのウツボくんね、ウツボを使ってじゃじゃん、カニの腕のところみたいでしょ、ここがうまいんだよ。ここははい、ウツボをね使ってこの下にあるヒロキファームで取れた水菜とパプリカを使ってですねアクアパッツァを作ろうと思います。すごくね、ウツボのアクアパッツァ、しかも自家製野菜、夢のコラボです。 Let's go。 オリーブオイルにニンニク、ニンニク多め、オッケー。ウツボ投入いきます。まずウツボをきれいに表面焼いていきましょう。ウツボの顔ね、顔のここのところに肉あります。あとこれも全部いっちゃいましょう。いい感じ、いい感じ。まずね、これね、また後でね、しっかり蒸していくので、表面をね、とりあえず焦がしていきましょう。そしてここでね、ちょっと今回のアレンジ、新たなアレンジとして、こんにゃくを入れます。ダイエット料理として、ダイエット料理としてのこんにゃく、これがね、またね、海藻的な風味が増します。意外とアクアパッツァとこんにゃくは相性がいいということが最近分かりました。ここにですね、サルを入れます。白ワイン、そしてムス強めにいきます。そして1個空いたら火を止めます。はい、 OK。 ここでちょっと火を弱めつつ、いきますよ。まずだだだん、しめじ、えのき、水菜、そしてパプリカ、パプリカ全部入れます。そして酸味をつけるためにトマト、トマト、トマト、そしてここで決め手となるウツボ。これがうまい。そうでしょ、見た目抜群や。ウツボがいるけど、うん、うまっ、うまい、うん、どう、おいしい、ま、めっちゃうまい、めっちゃいける、いける。ウツボのアクアパッツァ完成。これをね、ちょっと食べて残りをパスタにする。
まずはこれで食べる。うまっ。うん、めっちゃうまい。茅ヶ崎さん 1.5 キロのウツボを使ったアクアパッツァを作ってみました。マジでうまい。興味ある人はぜひトライしてみてください。新鮮なウツボはウオタクでゲット。ということで、マハロフ another beautiful day. I'll see you guys later. Bye for now. じゃあね。バイバイ。